捜索救難を行うカナダ空軍の CH-149 捜索救難とは、危機的状況にある人物を捜索して救い出すことで、ある。世界初の捜索救難は1656年に、オランダの商船バーガルダ・ドラッグがオーストラリアで、座礁したのに橋を発する。救助ロープ訓練山岳救助は、山岳地帯や、砂漠や森林に特化した。 捜索救難運用が行われる。日本においては、主に消防の山岳救助隊や、警察の山岳警備隊、地元山岳会や民間の救助隊が、山岳救助の任務を行う。また、これらの救助隊では、救出が困難な場合や二重遭難などで、航空機による救助が必要な場合は、航空自衛隊の救難隊が、災害派遣要請などにより出動する。 災害などが発生した場合、都市部においても、捜索救難が行われる。一般的な事態に対しては、警察や消防組織が対処するが、大規模災害が発生した場合は、軍隊が投入されることもある。戦闘捜索救難は、戦時下において、前線もしくは、敵の勢力圏内に不時着した、航空機の乗員を捜索し救出することである。 例えば米空軍の場合はこの任務には通常医療資格と空挺資格を持ちさらに選抜され特殊部隊隊員と同等の訓練を経て資格を得た専門の戦闘級難員が当てられる。これは救助にあたっては天候地形昼夜を問わず一国を争う状況に対応するためである。また状況に応じて 特殊部隊員がこの任に当てられたりサポートする場合も少なくない。不時着した乗員に対する敵型の捜索以前に救出することが求められ、作戦には救出を阻止する敵と交戦する状況もある。ただしほとんどの場合は交戦規定により極力、戦闘は避け、武力の行使は自衛と救出活動の遂行にやむを得ない場合のみとされる。 戦闘捜索救難任務を行う航空機にはヘリコプターが主に用いられるが、各種固定翼機の支援を受けることが普通である。救難ヘリコプターは、全天候かつ、昼夜地形を問わず、任務を遂行することが要求されるため、夜間暗視装置や、赤外線探知装置、地形追従レーダー等が装備されるなど、夜間や低空における飛行能力を強化しているほか、 空中給油能力を備えるものもある。日本では航空自衛隊の航空救難団救難隊がその役割を担っている。航空自衛隊の航空救難員は相応の訓練を受けているものの米空軍の PJ レベルではない。2019年10月より海上自衛隊でも航空救難隊から選抜で戦闘救難員相当の育成が始まっており近い将来。 救難隊の組織改編が行われる予定である。戦闘捜索救難に使われている、または使われていた西側の主な航空機は以下の通りである。夕暮れの SAR 艦艇水難救助、または空海救助とは、海難事故等に遭遇した水上の人物を救助することである。日本においては民間機の航空機救難は、 国土交通省東京空港事務所長の要請により、主に航空自衛隊航空救難団救難隊が出動している。また、海上部においては、海上保安庁、平野部、山岳部、河川部は、警察と消防の水難救助隊、沿岸部、港湾部は、海上保安庁、警察、消防が担う。これらの機関が対処困難であったり、要請された場合には、 災害派遣要請を受けた航空自衛隊や海上自衛隊の捜索救難部隊なども救助活動に加わる。また、緊急を要する場合や都道府県知事の要請があれば同様に自衛隊の部隊が投入される。ありがとうございます。